중앙은행 총재 김천균, 중앙통계국장 최승호, 내각 사무장 朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩で死ね、4月12日、最高人民会議第14期第1回会議で歴史的な施政演説。現段階における社会主義建設と共和国政府の対内外の政策について行いました。金正恩委員長は演説で、人民皆の高い政治的熱意と積極的な参加のもと、最高人民会議第14期第2委員選挙が総考で行われ、共和国政府が新たに組織されて、我が国家の主権が一層強まり、党と共和国政府の周りに一心団結して、社会主義のより高い段階に向かって革新を持って進む、朝鮮人民の革命的前進は一層加速する。万人同士皆が全ての人民の意思を代表して栄えある我が祖国朝鮮民主主義人民共和国の国務委員会委員長としてまたもや国家活動全般を導くように大きな信頼を表したことに心から感謝し、共和国の発展繁栄と朝鮮人民の幸せのために献身奮闘することを厳かに誓約する。全社会の金日成、金正恩主義家の旗印を高く掲げて社会主義運用を検討するのは共和国政府に課された重大な歴史的任務である。全社会の金日成、金正恩主義家は我が党と共和国政府の最高綱領であり、社会主義国家建設の相対的方向、相対的目標である。全社会の金日成、金正恩主義家を実現する上で我々の主な闘争課題は社会主義強国建設運用を完遂することである。社会主義強国建設は社会主義の完全な勝利を達成するための戦いの歴史的段階であり、それが金日成、金正恩主義国家建設に関する姿勢を徹底的に理念したのみ立派に完遂することができる。共和国政府は偉大な金日成、金正恩主義国家建設に関する姿勢を揺るぎない指針とし、今後戦略的地位と国力を新たな高さに引き上げ、主張の社会主義運用の遂行で抜本からの転換をもたらさなければならない。国家建設と活動において自主の革命路線を徹底的に貫徹しなければならない。国家建設と活動において自主の革命路線を堅持するのは共和国の一貫して揺るぎない立場である。自主の革命路線を国家建設と活動に具現していく上で重要なことは、革命の主体的勢力を強め、社会生活の全ての分野を朝鮮式に発展させることである。我々は人民を偉大な父思想、民族自主の精神でしっかりと武装させ、党と共和国政府の周りに固く結集させて、国の政治思想分子を強固にしなければならない。国家活動と社会生活全般に人民大衆第一主義を徹底的に具現しなければならない。共和国政府は人民大衆第一主義を根本の中の根本として変わりなく確固と堅持し、人民の力に頼って人民の理想である社会主義の明るい未来を手繰り寄せるために力強く戦っていくだろう。国家活動全般に対する党の指導をあらゆる面から保障しなければならない。共和国政府はこれからも党の思想と指導に忠実に従って、人民大衆の自主的権利の代表者、創造的能力と活動の組織者、人民生活を責任の追加し、人民の利益の保護者としての使命を果たさなければならない。社会主義強国建設のための現段階の戦いにおいて、共和国の中心課題は国の全ての力を経済建設に集中して社会主義
国の物質的基礎を強固にすることである。社会主義経済建設において我が党と共和国政府が示している戦略的方針は人民経済を主体化、現代化、情報化、科学化することである。人民経済の自立性と主体性をあらゆる面から強め、国の経済活動を国家の統一的な掌握と統制、戦略的な作戦と指揮のもと行わなければならない。人材重視、科学技術重視の気風が確固たる国風になるようにし、人材を広く探し出して適材適所に登用し、生産と技術発展を主導するようにし、科学技術部門に対する国家的投資を絶え間なく増やさなければならない。共和国の政治的、軍事的威力を一層強めなければならない。共和国政府は国家の法体系を完備させ、国家社会生活で法の役割を強めるようにしなければならない。自衛の国防力は共和国の自主権主義の強力な利権である。我々は強力な軍事力によってのみ平和が守られるという手筋を常に肝に銘じて、自衛の原則を確固と堅持し、国の防衛力を引き続き強めなければならない。社会主義文化を貯蔵意識に開花発展させ、社会主義生活様式と道徳機構を確立しなければならない。共和国政府に課された膨大な革命課題を総合的に遂行するためには、人民政権機関の機能と役割を高めなければならない。民族最大の悲願である祖国統一のための我々の歴史的戦いは今新たな局面を迎えている。今民族皆は歴史的なパンムンジョム宣言と9月平壌共同宣言が徹底的に履行されて、朝鮮半島の平和の雰囲気が持続し、北と南の関係が絶え間なく改善されることを切々と願っている。しかし南朝鮮の保守勢力は民族の思考と国際社会の一様な期待にあまりにも不誠実な言動で応えており、北と南の関係をパンムンジョム宣言の発表以前の時期に逆戻りさせようとあがいている。南朝鮮当局が本当に北と南の関係改善と平和と統一の道へと進む意向があるなら、我々の立場と意思に共感し調子を合わせ、言葉だけでなく実践的行動でその真心を見せる勇断を下さなければならない。世界の脚光の中、昨年6月シンガポールで史上初めて行われた朝米首脳対面と会談は、死と死を交えていた朝鮮半島に平和の定着の希望を与えた契機であり、6月12日朝米共同声明は、正規を継いで敵対関係にあった朝米両国が新たな関係の歴史を記していくことを世界に告げる歴史的な宣言であったので、平和を目指す国際社会の全幅の支持と賛同を受けた。朝鮮民主主義人民共和国は核実験と大陸間弾道ロケットのテスト発射の中止をはじめ、重大で意味のある措置を主導的に取って朝米敵対関係の解消の鍵である信頼構築のスタートを切り、アメリカ大統領が要請した米英一国相関問題を実現させる大らかな措置も取って、新たな朝米関係樹立の履行表である6月12日朝米共同声明を真面目に履行しようとの意思を誇示した。この2月、ハノイで行われた第2回朝米首脳会談は、我々が戦略的決断と断言断を下して踏み出した歩みが果たして正しかったかという強い疑問を投げかけ、アメリカが心から朝米関係を改善する考えがあるかという警戒心を抱かせた契機となった。今アメリカでは我々の大陸間弾道ロケットの迎撃を想定した実験が行われ、アメリカ大統領が直接中止を公約した軍事演習が再開されるなど、6月12日朝米共同声明の精神に逆らう敵対的動きが露骨になっており、これが我々を華々しく刺激している。
アメリカが第3回朝米首脳会談をまたもや考えており、対話を通じた問題解決を強く示唆しているものの、新たな朝米関係樹立の根本の法度である敵視政策の撤回を未だに避けており、かえって我々を最大に圧迫するなら屈服させることができると誤判している。朝米間の根深い敵対感が存在している条件で、6月12日朝米共同声明を履行していくためには、双方が互いの一方的な要求条件を取り下げて、各自の利害関係に合致する建設的な解放を見つけなければならない。明白なのは、アメリカが今の政治的計算法を固執するなら、問題解決の展望は暗く極めて危険であろう。アメリカが今の要の時点で賢明な判断を下すだろうと期待し、ようやく止まらせた朝米対決の上心が永遠に再び動かなくなることを望む。共和国政府は我が国の自主権を尊重する友好的な世界の全ての国との親善と協力の絆を固め発展させていくだろうし、朝鮮半島で永続平和システムを構築するために、世界の全ての平和を愛する総力と固く手を結んで進むだろう。我々の戦いの目標は膨大で、社会主義建設の前途に依然として朝鮮と難関が横たわっているものの、金尊金正義主義の旗印を高く掲げて、自力で繁栄の新たな局面を開き、強国の理想と目標を達成していこうとの我が党と共和国政府の意思は揺るぎない。今が偉大な金尊金正義主義の旗を一層高く掲げて、党と共和国政府の周りに固く結集して、社会主義強国建設運用を立派に実現するために総進撃しようと述べました。朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第14期第1回会議の第2次会議が4月12日マンチベ議事堂で行われました。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩同志が会議に臨席しました。新しく選挙された国家指導幹部である朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会第一副委員長の最高人民会議常任委員会張元平委員長、朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長の党中央委員会パクポンジュ副委員長、朝鮮労働党中央委員会政治局委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員のキム・ジェリョン内閣総理が幹部団に登壇しました。また党と国家の指導幹部たち、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会最高人民会議常任委員会のメンバー、最高人民会議副議長たちが幹部団に着きました。労働党と国家全体の最高指導者金正恩委員長が歴史的な施政演説を行いました。団員皆は歴史的な施政演説に朝鮮人民の意思と要求を盛り込んだ共和国政権の発展の方向と社会主義強国建設の進路が明確に示されていることについて一様に認め、熱狂的な拍手で全幅の支持賛同を表しました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会第一副委員長の最高人民会議常任委員会張元平委員長が閉会の辞を述べました。平委員長は団員と会議の参加者皆が敬愛する最高指導者金正恩委員長が歴史的な思想演説で示した重要課題にのっとり、真の人民の国社会主義祖国の復興と発展のために一丸となって永遠に努力するものと確信し、閉会を宣言しました。
朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の労働党と国家全体の最高指導者金正恩同志が、尊厳ある共和国の旗が力強く翻るマンスレ議事堂の前で、4月12日、新しく組織された最高人民会議常任委員会内閣のメンバーと、最高人民会議第14期団員たちと共に記念写真を撮りました。敬愛する最高指導者金正恩委員長は、朝鮮革命の尊い獲得物である人民政権をあらゆる面から強め、共和国の力強い前進を加速させる上で有意義な契機となる最高人民会議第14期第1回会議を高い政治的熱意の中、総行理に行った団員たちを熱烈に祝いました。そして最高人民会議団員たちが党と人民の熱い信任と期待を常に深く自覚し、人民の真の注目、党の政策貫徹の第一機種としても革命的本分を立派に果たすものと確信し、新しく組織された最高人民会議常任委員会内閣のメンバーと共に記念写真を撮ったのに沿いで、最高人民会議第14期団員皆と共に意義深い記念写真を撮りました。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の労働党と国家全体の最高指導者金正恩同志が、4月12日、党中央委員会本部で、新しく選挙された党及び国家指導機関のメンバーに会い、共に意義深い記念写真を撮りました。敬愛する最高指導者金正恩委員長は、参加者たちの歓呼に温かく応え、党中央と国中の人民皆の大きな信頼と期待の中、尊厳ある労働党と共和国政府の新しい指導機関のメンバーに選挙された参加者たちを熱烈に祝いました。そして党及び国家指導機関のメンバーが、党と人民が与えた聖なる使命を常に心の中に刻み、自力で繁栄の新たな道を切り開き、社会主義強国の偉大な勝利を阻めるための聖なる戦いで、革命の指揮メンバーとしての責任と本分を立派に果たすものと確信し、共に記念写真を撮りました。それで、朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員たちと、党中央委員会政治局のメンバーに特別に会って、革命的同志愛の情を熱く交わし、労働党の歴史に末永く伝えられる破滅の場面を記念写真に残し、また、国務委員会のメンバーと共に歴史的な記念写真を撮りました。太陽節に際して、敬愛する最高指導者、金正恩委員長の普及の著作、偉大な金日成、金正日同志の党の異名は、失笑腐敗であるが、オーストリアのウィーンにあるカレーグループ印刷所から出版されました。各国の報道機関が、敬愛する最高指導者、金正恩委員長が、サムジヨン軍を現地指導したことを報じました。中国の新華社とロシアのタス通信、新聞ロシスカヤガゼータ、ロシアテレビをはじめ、数十のマスメディアと、キューバのプレンサラティーナ通信、日本の NHK、ベネズエラのテレビ局テレスル、ギニアの国内国際放送と、7つの民族語放送が報じ、コンゴ民主共和国土思想研究全国委員会、赤道山地区朝鮮友好協会、地区土思想研究及び具現会の各ホームページにも同じ内容が載りました。太陽節に際して6日、スウェーデンで北欧の進歩的諸政党及び友好団体の記念の合同集会が行われました。会場に共にいる偉大な金日成主席と偉大な金正日総書記を描いた美術作品が掲げられていました。スウェーデンとフィンランド、ノルウェー、デンマークをはじめ北欧諸国の進歩的諸政党、朝鮮人民との友好及び連帯団体、土思想研究組織の人、
スウェーデン駐在、ザソン特命全権大使と大使館員などが参加しました。集会で発言した人たちは、2回の革命戦争を勝利へと導き、国の繁栄のための聖なる偉業に全てを尽くした、キム・イルソン主席の不滅の業績を称えました。集会では、敬愛する最高指導者、金正恩委員長に送る祝電が採択されました。太陽節に際して、各国のマスメディアが、偉大なキム・イルソン主席の不滅の業績を広く紹介しています。ロシアのハバロフスク地方のインターネットメディアジェブリデウェイとインドの新聞インディアン&ワールドイベントには、キム・イルソン主席は不滅の父思想を創始して世界人民の行く手を明るく示し、卓越した指導で国と民族の尊厳を輝かせた自主の時代のパイオニア先導者だという内容の記事が載りました。バングラデシュの新聞デイリーインダストリー、ナイジェリアの新聞ナイジェリアンオブザーバー、カンボジアの新聞ノコルトムデイリーには、ソソンを真の人民の国自主の強国に発展させたキム・イルソン主席の不滅の業績を称える内容の記事が載りました。イギリス戦軍政治研究会のホームページには、キム・イルソン主席が示した自主の路線があって、ソソンは多くの社会主義諸国が相次いで崩れる時も不滅の砦として確実に立っていることができたという内容の文が載りました。コンゴ民主共和国の新聞プロスペリティには、キム・イルソン主席の尊い名と不滅の業績を世界の進歩的な人々は永遠に忘れないだろうという内容の記事が載りました。11日第6回4月の春人民議員祭の参加者がクムスサン太陽宮殿を訪れ、偉大なキム・イルソン主席と偉大な金正恩総書記に崇高な敬意を表しました。11日、クムスサン太陽宮殿を訪れたラチェスラブ・ロギノフ議長を率いるロシアのアモル州立法会議の政党連合代表団など訪朝客が、偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンウン総書記に敬意を表しました。敬愛する最高指導者金正恩委員長が、ソソンの社会主義制度の人民的政策の下で100歳の誕生日を迎える平壌北道クジャン郡のパクチャンスンさんにプレゼントを贈りました。10日と11日の両日、平壌の科学技術殿堂で偉大な金正恩総書記の普及の著作、人民保健医療をさらに発展させるためにの発表45周年全国医学討論会が行われました。関係者と保健医療部門の医師、教員、研究者が討論会に参加しました。討論会で発言者は、金正恩総書記が主治63年1974年4月9日に発表した著作は、革命発展の要請に即して保健医療を新たな高い段階に引き上げるための綱領となる指針で、人民保健医療の問題を主体的な立場に立って解決する上での理論実践上の諸問題に全面的な回答を与える普及の名著だと述べました。外科学、内科学、衛生防疫学、基礎医学、薬学、古療医学の各部門別に行われた討論会では、330余りの価値ある医学の論文が発表されました。討論会では論文を発表した人たちに賞書が授けられました。第6回4月の春人民芸術祭の書院が11日平壌の各劇場会館で行われました。祭典組織委員会のメンバー、平壌市内の勤労者、青年学生が講演を鑑賞しました。それぞれの講演で各道の芸術団の芸術家と芸能宣伝隊員、芸術サークル員は、社会主義諸村の始祖であり革命の大聖人である偉大なキム・イルソン主席への諸村人民の切なる恋しさと限りない敬慕の念を思想性、芸術性ともに立派に披露しました。11日、共和国各地で敬愛する最高指導者キム・ジョンウン委員長を労働党と国家の主義に推挙したため7年になることを祝う青年学生の舞踏会が行われました。
凱旋門と平壌体育館の広場をはじめ、平壌の各所で参加者は、人民に愛される我らの指導者、人民の国などの歌のメロディーに合わせて踊りに興じました。この日、他の地方でも青年学生の舞踏会がありました。11日、平壌の党創立記念塔の広場で、敬愛する最高指導者金正恩委員長を労働党と国家の主義に推挙してから7年になることを祝う女性同盟の活動家と同盟員の舞踏会が行われました。参加者は抜きんでた英知と洗練された導きで、社会主義強国建設を勝利と栄光一路へと導いている金正恩委員長に最大の栄光と最も熱い祝賀を送り、美しい踊りの輪を広げました。意味深い太陽節を迎え、11日諸村切手展示場に世界人民の永遠の太陽というテーマで諸村切手が集中的に展示されました。太陽のように明るく微笑む偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記の写真が配された切手が掲げられた展示場に、金正恩主席と金正恩総書記、敬愛する最高指導者金正恩委員長の尊い革命的生涯が集大成された220首420点余りの切手が展示されました。諸村切手は20日まで集中的に展示される予定です。意義深い太陽節を迎え、9日から11日まで平壌の有名レストランチュンル館で第4回キャンデービスケットの彫刻展示会が行われました。展示会に人民奉仕部門、対外奉仕部門、平壌市地方工業管理局をはじめ、各道の地方工業管理局傘下の企業とチャンチョルグ平壌商業総合大学など50余りの団体から4000点余りのキャンデーとビスケットの彫刻が出品されました。展示会で審査結果が発表され、評価の高い団体と個人に賞状とメダル、賞書が授けられました。諸村労働党中央委員会が訪朝したベトナム国家技術団のため、11日平壌コルホテルで歓迎レセプションを催しました。ベトナム共産党中央委員会委員のボバンクオン党中央宣伝教育常任副委員長を率いるベトナム国家技術団と、ベトナム社会主義共和国のレーバビン中朝特命全権大使、大使官員が招かれました。諸村労働党中央委員会政治局委員の党中央委員会リスヨン副委員長と、諸村労働党中央委員会リーヨンシク第一副部長、関係者、芸術家が席を共にしました。長州友好協会委員長の対外文化連絡協会パク・キョンギル会長率いる長州友好協会代表団が10日北京で、中国人民政治協商会議全国委員会の楊伝道副主席に会いました。各委員長は、長中外交関係設定70周年になる今年、両国の友好関係の全面的復興のため共同で努力する意思を表明しました。楊伝道副主席は、中朝両国は友好の長い伝統を持っているとし、国際及び地域情勢がいかに変わろうと、中朝関係を深める中国共産党と中国政府の確固たる立場は不変のものだと述べました。太陽節に際して、ネパール自力構成研究会代表団、戦軍政治研究ネパール文学フォーラム代表団、エチオピア自主政治研究委員会代表団、イギリス土思想研究会代表団、チェコ土思想研究及び理念会代表団、スリランカ自力構成研究会代表団、バングラデシュ土思想研究所代表団、モンゴル土思想研究組織代表団と土思想国際研究所理事一行、ナイジェリアキム・イルソン・キム・ジョン主義研究全国委員会委員長、ウクライナ青年大学生の土思想研究会会長、ギニア土文学思想研究会会長、オーストリアのウィーン・キム・イルソン・キム・ジョン主義研究会会長、土
子思想研究ウガンダ全国委員会副委員長が11日空路平壌入りしました。第21回キム・ソン花祭典に参加する中国フラワー協会羊文会の李宗君副会長一行、中国東宗新語科学技術会社の王文密理事長一行が11日列車で平壌に着きました。校長するベトナム共産党中央委員会委員のレバン・プオン党中央宣伝教育常任副委員長を率いるベトナム国家技術団が11日空路平壌入りしました。以上でこの時間のニュースを終わります。こちらは朝鮮の声放送です。日本を浮かぶ吾妻屋、竹の彫刻日本を浮かぶ吾妻屋は、偉大なキム・イルソン主席に昭和47年1958年8月2日中華人民共和国国務院の周恩来総理から贈られたものです。中国で立体的な竹の彫刻は古い歴史を持つ伝統的な工芸品の一つです。周恩来総理は、キム・イルソン主席への贈り物は最大に丁寧に真心を込めて、最高の技と民族の特徴がうまく調和したものでなければならないとし、じきじき武漢のある彫刻家に依頼してこの贈り物を用意したといいます。1967年、1978年8月26日、国際新聞展覧館を訪れたキム・イルソン主席は、この彫刻を見て立派な作りだと言いました。贈り物の竹の彫刻、水に浮かぶ吾妻屋をご紹介しました。それは防衛のためではない。日本がアメリカとの軍事的協力を強めることで自分の攻撃能力を高めようとしています。日本はアメリカと共に新たなイージスレーダーシステムの研究と開発を宣言したのに次いで、2025年までアメリカから迎撃ミサイルシステムの一部を引き入れようとしています。これについて日本は中国とロシアの新型ミサイルの脅威に対応するためだとしています。レーダーの性能が高く作戦半径が広いほど攻撃能力が強まるというのは初歩の常識です。日本が開発配備しようとするレーダーは識別能力が強いだけでなく、長距離の偵察ができる特徴を保有しています。このレーダーが一旦作戦配備されるなら、日本とアメリカは中国の東北と河北、河東地域に対する全方位的な監視が可能になるといいます。これは日本が大陸の深くまで侵略の視線を向けていることを言います。日本は自分の軍事大国化が他国の脅威から安全を守るためのものだと強弁しています。しかし諸般の事実は、日本の軍事的動きが防衛だけにとどまらず攻撃能力を高めるのに志向していることを示しています。これだけではありません。日本は陸上自衛隊の水陸機動団を増強し、宮古島をはじめ一部の地域に駐屯地を新設しています。軍事力が膨張するだけ膨張した日本が一朝有事の際、条件と環境だけが整うなら海外侵略の道に出るというのはあまりにもはっきりしています。それで周辺諸国は日本の動きに強い警戒心を表し、よって地域情勢の結果も度合いを増しています。先日中国のある専門家は、このような動きが地域の平和と安全を侵害し、新たな軍備競争をもたらして全地球を包括する戦略的バランスと安定を破壊するとし、中国がこれを十分に警戒し、必要な時正々堂々と反撃を加えるべきだと言いました。
過去他国と他民族に対する侵略戦争を起こし、特大の反人民の犯罪を働いても謝罪と反省はおろか、軍事大国化に血眼になっている日本はまさに国際社会に呪われて叱るべきです。それは防衛のためではない。恒大氏と話しました。